基本の胴打ちは一足一刀の間合いから、面打ちと同じようにまっすぐに振りかぶり面を打ちに行くと見せかけます。相手が面を守ろうと手元が上がったところを手首を返し斜め45度に竹刀を振り下ろして右胴を打ちます。相手の前で打ち相手の左へ抜けます。素早く相手に向き直ります。胴打ちも相手の胴を見るのではなく目を見て打ちましょう。胴は必ず相手の前で打ちます。横で打ってはいけません。目線が相手から外れ体勢が崩れています。これでは正しく打てません。片手打ちでは正しく強い打ちはできません。刃筋が正しくなく下から上に打っても一本にはなりません。